こんにちは、朝9時です、久しぶりに朝から綺麗な青空になっています。秋晴れですね、とっても綺麗なブルーです。もみじ葵も、風に揺れていますね。爽やかな風が吹いています。風は吹いたり止んだりしていますね。無風になったかと思うと急に吹いてきます。巨竜ロゼア、随分風に揺れています。今日のくす玉咲き水芙蓉です。今日はこんな感じですね、まだまだつぼみがたくさんついてますね。タイタンビカスピーチホワイト、残り少ない花です。ブライトレッドも、まだ花は咲いているんですが、花がだいぶ小さくなってきました、大きいか小さいかこれだけではわからないと思います、ローズは最近パッと開かないんですね、半開き、こんな三分咲きっぽいのもあります、どうしてなのかはよくわかりません。コレオプシスにベニシジミが来ていました、ベニシジミ今日もたくさんいましたね。ダリア、エチゴコマチです、そしてアイオライト、これは中輪咲きですね。これはダリア房州コマチ、コマチと名前がつくものはみんなこんなに小さくて可愛らしいです。ヒガンバナ、今日もたくさん咲いています。ヒガンバナは、マンジュシャゲとも言いますね。山口百恵ちゃんはマンジュシャカという歌を歌っていましたね、マンジュシャゲじゃなくてなぜマンジュシャカだったのか今になって不思議だなと思います。ヒガンバナ、花が終わると種ができますね。この緑の丸くなっているところに種ができます。放置しておいてもあまり問題ないかと思います。自衛隊のヘリだと思いますが飛んでいきました。ブラシの木、やっぱりブラシの木には青空が似合いますね。ブッドレアにツマグロヒョウモンのオスがやってきています。カマキリ母さんのいる木なんですけども、今日はカマキリ母さんいません。ヤマトシジミをスローで見ていただいています。羽の色が綺麗ですね、閉じているとそんなに綺麗じゃないんですが、ようやく赤トンボらしい赤トンボを見つけました。それがなかなかピントが合わなくて、もう10分ぐらいiPad を構えていたんですが、このバケツに止まったのはすぐにピントが合いましたね。さっきのと違うトンボのようなんですが、強風に煽られて、足でしがみついています。珍しいのが取れました。トンボの種類は夏アカネか秋アカネあたりだと思うんですが、よくわかりません。これは赤くなってないタイプですね。アルストロメリア、サマースノーです、新しい葉っぱがたくさん出てきています。シュウメイギクもまだまだこれから咲きますね。シュウメイギク、なかなか土が合わなかったりするんですが、一度根付くとすごい勢いで増えてきます。オンブバッタ、下がメス、上にちょこんと乗っているのがオスなんですが、これもピントがなかなか合わなかったんですね、イボバッタです。ピヨーンと飛んできたんですが、面白い動きをしているので撮影しました。トンボの撮影に手間取っている間に、雲がだんだん増えてきました。鷹の葉ススキ、爽やかに風に揺れていますね。もうすぐお月見です。今日はこんな感じになっています。ちょっと暗くなっていますね。
彼岸花たくさん咲いています。風が吹いてきたので蚊が出てこないかなと思って期待しています。ガーベラ、ガルビネア、レイチェル、そしてスイートスパイスですね。これから活躍してもらうことになると思います。丸尾です。最近胸毛がモフモフになってきたような気がします。丸尾のアップでお別れしたいと思います。さようなら。